先輩、なんで裸で立ってるんですか？部活終わりの体育館、用具を私が一人で片付けていることを知って、まさか、まさか先輩、先輩、ついにエリカを襲ってくれる気になったんですね。これでもう妊娠出産結婚、二人は永遠に結ばれて、めくるめく愛の千年王国を築き上げ、愛の力は次世代クリーンエネルギーとして永久機関発明の礎となり、人類が重力から解き放たれて新たな時代へと。お、何が違うんですか先輩、エリカをお嫁にもらってくれるんでしょ？ここで死んでいただきます。安心してください、一瞬で終わります。どうぞお覚悟を。下校時刻ですね。先輩、ふざけるのはこれくらいにして帰りましょう。真に受けるだなんて可愛らしいですね。あ、そういえば先輩、喉が渇いてるならこの夜間いくらでもチュパチュパしていいですよ。どうした？あけおめなのにそんなテンション低いとダメだよ。ダメだよ。もう一回やるよ。皆さん、あけおめバース。それよ。どうしたの？もうだってさ、新年明けてだいぶ経ってるよ。あけおめなんてやめようよ。違うでしょ。さっきあれでしょ、学園取ったからテンション低いでしょ。いいじゃん、エリカ可愛かったじゃん。ほら、ね、ほら、みんなチュパチュパしろよ。ほら、やめよう。まだあけおめをしてないから喜んじゃうから。喜んじゃうから。ダメです、ダメです。シャドーバースのキャスト3人がお届けするシャドーバースチャンネル、アリサ役のゆうきかなです。よろしくお願いします。キャハ、エリカ役の石上静香です。よろしくお願いします。ちょっと早くやらなきゃいけない感じ。イザベリ役のさくらかおるです。よろしくお願いします。というわけでね、もう一人ねいらっしゃるんですよ。待って、ゲストいるのにこれどうなの。本当だ、かわいそうでしょ。話の後ろに白い服を着た幼女の人影がということで、はい、今回ゲストが来ております。1周年記念ですからね。はい、1周年、じゃあちょっとこのノリで名乗るのは大変心苦しいというか恐縮なんですが、自己紹介をお願いします。どうすかーい、皆さんはじめまして、ベレンジェル役をやらせてもらっています、大関エリです。よろしくお願いします。やった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 。誰がリンゴンボイスから楽音になると思う。え、そういう流れじゃなかったですか。多彩なリンゴン。ありがとうございます。だからかな。そうですね、私たち初めましてなんですよね、うん、なんで今日はちょっと一日どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組はサイゲームスから配信中のゲームシャドーバースのキャラクターであるワテワテが楽しく元気に
自由にやっていこうという番組です。ここ重要。はい。うん。大関さんは、はい、あのシャドーバスチャンネルってご覧になったことってあるのでしょうか。あたりとか。あ、ちょっとお話をいただいた時に、はい、ちらっと前の回をちょっと見させていただいたんですけど、よろしくお願いしますっていうのすごい。もうダメじゃないだな。助かる。助かる。今回。ダメで、なんかもうちょっと恥ずかしいね。なんか人が見てるってことをちゃんと認識しながらやらなきゃダメ。いや、広めていこう。広めていこう。そうそうだね。はい、なんで初めましてということでなんかこう呼び名というか、はい、あのリスナーさんと私たちが呼んでいいお名前とかニックネームとかあるのかな。普段どう呼ばれてたりしますか。普段はゼッキーって呼んでもらってるんですよ。おゼッキーさん、はい、ゼッキーさんだからなので今回もそうやって呼んでいただけると嬉しいな。いいですか。じゃあゼッキー、はい、キャラ声、キャラ声で、えゼッキー、キャラ声でゼッキー、ゼッキーちょっとドキドキする。今めっちゃ目見てたよ。すごい正面ですごい目が開いてドキドキした。じゃあ私たちのことも一応、はい、私アリサ役をやらせていただいております結城かなは、あのかなしと呼んでいただければ嬉しいです。はい、お願いします。はい、そして、イザベル役をやってますさくらかおるです。かおるんって呼んでください。よろしくお願いします。はい、エリカ役の石上静香です。私はじゃあズッチでお願いします。はい、なんで笑った。ズッチズッチやめろやめろやめろさせるぞ。はい、ということで、今回はゲストをお迎えしてお送りしていくシャドーバスチャンネルなのですが、はい、まずはね、まあ、今回も今年初めて一発目といいますか、はい、安定の大人気コーナーからやっていくとしますかね。はい、じゃあコール、タイトルコールよろしく。いくぞ。アリサちゃんのやけどボイス。わー送られてきた渾身のボイスをかなしに読んでもらって、かなしがメイフにドーンするコーナーです。ゼッキーも一緒にやっていいですよ。え、ゼッキーも一緒にやってください。嘘でしょ嘘でしょ。ゼッキーもやっていいですよ。いいよ。いやいや任せますよ。ゼッキーなんでちょっとゼッキーに任せると言われてしまったらちょっとやるしかない。やって頑張って。いいの、応援してもらったじゃん。応援してもらえた。これで頑張れる、ね、頑張れる。やった。シャドーバスユーザーはね、リンゴに弱いですから、弱いですからね。リンゴに何か言われたら従わなくちゃっていうとこありますよ。ね、確かに言ってこうお世話になってます。はい、じゃあせっかくなんでね、ゼッキーもいるんで、ゼッキーにお便り紹介してもらいたいと思います。こちらのお便り紹介よろしくお願いします。はい、シャドーバスネーム、たのちさんからありがとうございます。ありがとうございます。人にカブトムシを投げつける時の決め台詞を中二病の妹ボイスでお願いします。すごいすごい特殊な性癖のメールが来た。別に性癖じゃないでしょ。カブトムシ、まあ、カブトムシね、はい、ビーストか。分かった、うん、あもう気持ちいいね。ちゃんとあのやけどボイスはあの、うん、ちゃんと気持ちをね、入れて、うん、高ぶって、はい、ちゃんと練習もして。本当、はい、練習してるよ。練習していいよ今。オッケー、大丈夫。今聞こえたけど。じゃあ行きますよ、はい、話披露しちゃってください。3、2、1、リンゴー。深き森の晩に可憐なる少女のカイナより放たれし漆黒の羽音におののけ。いけフェアリー導き、フェアリー導き、リノセンス、リノセンス、リノセンス。相手は死ぬ。こんな感じでこちらまだまだ募集しております。かなしに言わせたいセリフがある方はアリサちゃんのやけどボイスの係までどしどし送ってください。よろしくお願いします。なんかさ、2人とも簡単に人にやらせるけどさ、はい、結構 HP 削れるのよ。おお、なんか聞いてるこっちもなんか恥ずかしくなってくる。ちょっとやめてよ。なので、はい、そろそろ私以外が犠牲になってもいいんじゃないかなって思う。私前回生放送でやったよ。確かに。でもってことはやってない人は、あ、いや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 、やめましょうこういうの。やめようこういうの。カオルが友達だよね。あれ。はい、次の生放送ではですね、イザベルさんにやってもらえると思います。しかも生放送なんだ。そうなんです。やだ。なので、あの今から募集しとけばきっとお便りがわんさか来ると思いますので、あの皆さん次回の生放送に向けてイザベルに言わせたい思わずバハムートが降臨しちゃうようなボイス。ガオルじゃーん。ガオルじゃーん。待って、じゃあゼッキーにやって
てもらおうよ。聞くの楽しみだな。あれいや逃げるのうまいな。うまいな。さすがだな。うまいな。ということで次回は、次回というか生放送ではカオルン観念してメイフに落ちてくださいね。ほらウィッチもたまにメイフいるじゃん。せやな。いる、めっちゃ見る、はい、頑張ってね本当に。はい、ということで今回この4人でやっていきます。シャドバスチャンネル、今回のラインナップはこちら。第今日はお寝坊さんなのね。ラインナップ、お外はとってもいい天気よ。早く出ていらっしゃい。ここのコーナー好き。ここもまあある意味やけどコーナーみたいな。そうだよ、やらされてるよね。大体やけど。はい、ということでラインナップが、今回シャドバスインフォメーション、はい、そしてドローでドロー、いつもの対戦コーナーとなっておりましゅ、はい、はい、こちらの3つとなっております。インフォメーションが入ってんだね。ね、インフォメーションだ、なんだろうね、うん、今回私たちが、毎回進行する順番を決めてるのですが、はいはい、まずどれからやります。どうしよう、まずはでもインフォメーションから、まあ、気になるし ね、 しね、うんうん、行ってみますか、はい、はい、それじゃあシャドバスインフォメーションからいくよ。シャドバスインフォメーション、このコーナーではシャドーバースにまつわる様々な情報をお届けしていくという、私たちの負担が最も少ないピースフルワールドなコーナーです。何そんな棒読みなの。確かにね、どうした、気が抜けてる。はい、今回はゼッキーを迎えてお送りするということで、はい、まずはベルエンジェル絡みのお話から伺っていこうと思いますが、うん、ベルエンジェルといったらやっぱりね、皆さんわかりますよね、あの CM、うん、はい、あの CM ね、あの初めて見た時も可愛すぎて、うん、うわーと思ったよ ね、 ね、個人的にもリンゴン大好きなんですよ、うんうん、あのベルエンゼルという名前より多分ね、みんなリンゴンの方が好きだなと思って、ね、そう、それが CM になった時って本当になんか個人的にめちゃくちゃ嬉しかったんです、うんうん、これまだ見たことがない人もいるかもしれませんので、改めて見てみましょうか。どうぞ。リンゴン、リンゴン、私ベルエンジェル、シャドーバース知ってる？本格カードゲームがスマホで楽しめちゃうの。カードの進化が勝負の鍵、進化したら私だってこんなに強くなっちゃうんだから、助かい。お前に負けるなら悔いはないさ、シャドーバース。やーこい、かわいい、すごい早口。、まず滑舌すごいって。めっちゃかわいい。あのなんか最後のドスコイって、はい、あれはなぜドスコイ？いや、なんか現場で決まったというか言われたんですけど、はいはい、大関さんだからドスコイにしましょうみたいな。へぇ、じゃあ本当はドスコイじゃなかった。最初はそれってかわいい、攻撃する時の言ってました。へぇ、ドスコイかわいくないですか。ドスコイ、あぁ、お前に負けるなら食いはないか。じゃあ、あのスペシャルボイスのリンゴン、リンゴンしか言わない、あれはあれは何だったんですか。あれは何だったの、何だったんですかね。これって全部アドリブ？アドリブで、アドリブなんですか？台本にリンゴンリンゴンって書いてあって、はい、なんかまあ自由にリンゴン言ってくださいみたいな感じで、流しっぱなしにするんで、キュー出るまでずっとリンゴン言い続けてくださいみたいな。あんな、あんな簡単に素材を提供しちゃって大丈夫？ね、本当にアドリブでそのなんか本当にいろんなクオリティのリンゴンが流れてたんですね。良かったのかな？なんかあれ途中で笑ってませんでした？途中で心が折れそうだね。リンゴリンゴリンゴン、早く曲がれ感じて、早く終わりたいいなと。そう、なんかリンゴンのね、素を見た感じ。いろんなリンゴンを見れた気がする。もうすでにリンゴンって名前になってる。いろんなリンゴンさんを見れた感じ。すごい中毒性がある覚えもあって。この CM だけでも私もう何回見たことか動画で。ねえ、見たんだけど。可愛いからね。まあ、エンドであのリンゴちゃんのあの話もたくさん聞けたんですが、ゼッキーさんのプライベートの話も聞きたいなと。お、お、いうことで。プライベートな質問ちょっとしちゃいますか。しちゃいましょう。え、どんなこと聞く、うん、寝てる時どんな格好してるんですか。寝てる時どんな格好ですか。普通のパジャマです。パジャ、何色のパジャマですか。何色のパジャマ。生地は、生地は。え、なんかタオル生地の白いやつ。あー、白、色完璧です。完璧です。エンジェルですね、これはね。おー、エンジェルですね。この番組、あのよく妹ボイスを強要されるんですけど、強要。はい、あの兄弟とかっていらっしゃるんですか。いますね。お、どっち上ですか。両方上に兄と姉が一人ずつ。じゃあ末っ子さんだ。そうです。お、かわいい。でもなんか初
初めましてだけどもすごいしっかりされた方、うん、なんだろうなっていうのをすごい感じそんなイメージがますよ、ね、こんな私たちを受け入れてくれてるからねそうだよね心が広い広いじゃあぶっちゃけ、はい、あのこの現場今来てこの3人バカだなとか思ってますそれさ言えないやつないよ言わないでしょ賑 やかな現場だなってほら優しい優しい模範回答が返ってきたしね賑やかで楽しい現場ですはい、はい、アットホームな職場ではい、はいはい、でも、うん、妹さんだったら、末っ子さんだったら妹ボイス聞きたくないですか？リンゴンちゃんで、はい、あ聞きたい聞きたくないですか？人のやけどボイス大好きゆうき、ゆうきやけどボイス大好きやけどあるなやっぱしてもらわないとね、せっかく来ていただいたんですし確かにね、何て言ってもらう？お題はどうする？何て言ってもらう？勝手に決める3人どうしようどうしよう、何する？でもやっぱね、ブルエンジェルちゃんとね、うんまあ、寝かしつけてほしい嫌な予感起こす方じゃなくて あ、起こす方いいリンゴンで起こすじゃあ、じゃあお兄ちゃんが寝ています全然起きてきません、はいはい、リンゴンちゃんが優しく妹ボイスで起こしてあげてください、はい、リンゴンリンゴン起きろこれは起きるこれは起きるそれでゲストにも軽くやけどしていただきましたけれどもそんな、当番組実は冒頭でもお伝えした通り今回で配信なんと1周年を迎えるんでございますイエーイわーいおめでとうわーいノルマ達成そんななってたんだ ね早いねあっという間だね1年経ったんですって奥さん奥さんあらやだわあらやだわ1年も経っちゃったの ね第3弾パックまで出てね大好きですよシャドーバス本当ありがとうございます、 ございますはいということでここでゼッキーと一緒に、うん、シャドーバスチャンネル1年の歩みを振り返ってみようかなと思います。題してシャドーバスチャンネル2016事件簿ベスト3イエーイ1年でそんな事件あるね、そんな回数もそんなやったっけ、うん、はい去年2016年でこの番組に起きたさまざまな出来事をベスト3形式で見てみようと思います、うん、これはスタッフさんの独断と偏見で選ばれたやつです。ゼッキーも引かずに、見てくださいね。はい、そんな引くほどありますか？そうだよね、そんなことないよね、やってないよね。なんで毎回こんな私たち真面目にやってるのにさ、事件とか言われなくちゃいけないわけそうだよ、そう、もっと言ってやれ。そうだよ、私たちは真面目にお仕事をしているのに事件とか火傷とかやらせてるのはお前らだろはいはいはい、こういう感じなんです、わかります？私は今のが事件なのかな。尺があるから回してないから、勇気が頑張ってやってるんだけど2人が回そう回そう、うん、はい、では3位からチェックしていきましょうね。3位はこちら、でね、ズッチパンツをかぶる。あ、え、あ、はい、じゃあもう一応どういうことなのかどういうことなのかちょっと見てみましょうね。そうだね、人前では被ったことないよ。そうね、でもさ、役作りのためとはいえさ、家で一人ブラをかぶっているズッチを想像すると、ブラじゃない、ブラじゃない、パンツパンツパンツか、パンツかぶってた、両方かぶろ、ブラじゃかぶってどうすんの。いや、なんか猫耳みたいな、あーかわいい、はい、かぶってましたね、かぶってましたね。むしろおパンツだけではなかった。どういうこと？動画でねあの今正しい反応でゼッキーがどういうこと普通にあの役者の本能としてですよ、パンツをかぶる役をちょっとやることになった次第でパンツをかぶったんです、あの布越しにどれぐらいの声とかが出るのかなとか、どれぐらい喋りづらいのかなっていう話をしたら、なんか動画でそういう風に捉えられて、うんうん、だけです。役作りと、あの真面目だから言うだよ、あーちょっとちょっとと供述しており今の感じだと完全に趣味で被ってた感じだけど、しかも被り方違うからね。違うんだ、どうや、こうじゃなくてこうです。あ、こっちだから、ね、横かぶりじゃなくて、うん、縦かぶりだよね。そう、もっと変態な感じのかぶり方をああちょうど鼻と口に、うん、あの面が面するようにかぶりみたいな感じにかぶったっていう、やめよやめよ、はい、そんな事件がありました。はい、事件じゃないけどね。はい、続いて第2位いってみましょう。第2位はこちら、ドゥルー、じゃじゃん、カオルンの正体、せーの、ビー、あれ、あ、絵が来た。はい、ドラゴン、私なんでなんで、いや、あのね、うん、B のヴァンパイアは、うん、私が中二病だった頃に、うん、あの自分がね、急
吸血鬼の末裔だと思ってた頃があるの。だから嫌だなと思って、そうちょっと昔の自分を掘り下げそうだよ、そうだね、がね、うん、あるから、そんな、はい、いや悲惨な事件でしたね。そうですね、だった頃って言ってますけど、それ過去の話、今は違う、今は違うもんね。今は全然違いますよ。今は何の末裔なの？いや今はもしかしたら堕天使かもしれない。やばい、これが中二病か。ゼリーはなんか中二病的なことありました？幼い頃、そんな中二病なことしたかな。まあそんな人生。まあまあまあ普通はね、思っててもね、言わなかったりね、恥ずかしくて、そうね、あったかもしれないね。そうさらけ出した方がいいと思うんだよね。カオルンは素直でいい子なんだなっていうお話でしたね。さ、3人はどうなの？3人はどうなの？静かわかんない、雪わかんない、助かーい。いいね、みんな逃げますね。あるだろ、もっと。はい、それではいよいよ1位の発表でございますよ。1位、はい、1位はこちら、悲しい灼熱の大やけど。ちょっと待って、事件でしょ、これコーナーだよ。悪行はそこまでだよ。悪行はそこまで、お前の方が悪行じゃ。それでは、これまでの彼氏が世に発信してきた、悪行やけどもつを出してみてご覧ください。コーナー、どうぞ。今回も3人で頑張るぞい。なんでそれ選んだの？本当ありえないんだけど。バカなの？ねえ、一緒に対戦やろ。アリサがお兄ちゃんを冥府に送ってあげる。あれれ、眠いのかな。アリサが寝かしつけてあげるね。はい、ワンツ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 、はい、ワンツワンツ。お姉ちゃん、やだ、そんな見つめて恥ずかしいよ。何して遊ぶの？でもその隙間からリノセウスお兄ちゃんが見てるよ。はい、こんな感じで、はい、カナシはいろんな悪行を悪行去年知らしめてきたわけですけども、頑張ってたんですね。つらい、ん？つらい。まあね、まあやけどボイスね、はい、気持ちよくもなってきたよ、メイフに落ちることが。あ、快感を得てきた。そう、最近メイフもよくプレイしてますよ。いいじゃない、メイフに落ちたって。逆切りした、何が悪いのよ。ちょっと開き直ってるよ。よし、じゃあ今年もね、カナシのやけどボイスに期待が高まりますね。楽しみですね。はい、ということでこの1年に起きた主な出来事をベスト3形式で振り返ってみました。これから先もっといろんな波乱の予感がする当番組ですが、引き続きお楽しみにしていただけたらと思います。以上、シャドバスインフォメーションでした。どこーい。さあ、では続いての企画選んでいきましょう。次はどれやりますか？あ、久しぶりにじゃあドローでドローとか、あ、やっちゃおう、描こうぜ。ゼッキー初めてだから、イラストをね、どんな感じのを描かれるのか気になるね。ね、こんなイラストとか描いたことないんですけど、ラジオで。大丈夫、ゼッキー大丈夫。すごい不安になる。それじゃあ次のコーナー、ドローでドロー、じっくり見てね。ドローでドロードローでドロー、通称ドロドロ。このコーナーでは私たちがこちらにあるデッキから1枚カードをめくり、書かれたお題に当てはまるイラストを描いていきます。はい、私はイラストをすごく得意な方なんですけど、デッキはどうですか？おお、言うね。いやー、そんなに得意じゃないかな。あ、そういう人はね、結構上手いね。そういう人もですから。大丈夫ですか？うちのさくらめちゃくちゃ上手いですけど。お、楽しみですね。いや、もう期待してください。期待してください。書いて死んでよ。やる気満々ですね。画伯なんで。はい、さてさて、今回も視聴者の皆さんから寄せられたお題がここにね。あ、ベルエンジェルのスリーブだ。かわいい。
回はベルエンジェルちゃんのスリーブに入ったお題が並べられております。じゃあ早速カード引いていきましょうか。はい、じゃあジェキさんよかったら1枚引いてください。3番目このベルエンジェルを選ぶぜ。じゃん、シャドーバスネーム、お前に負けるなら悔いはないささま。ありがとうございます。ありがとうございます。ベルエンジェルがトレードマークのベルをなくしてしまいました。そこで彼女が見つけた代わりのものとは。すげえ。何そのピンポイントのベル。やばいんですけど。はい、じゃあ皆さん準備してください。準備はよろしいですか。お題に沿って60秒以内に書きます。はい、はい、じゃあいきますよ。はい、用意スタート。ベルエンジェル、ベルエンジェル。でもやっぱ持ちやすそうなのがいいよね。持ちやすそう、持ちやすそう、持ちやすそう。形が似てるやつとかのかな。ベルエンジェル、よしできた。早い、あと何秒だ。みんなそんなにか、みんなちゃんともしかしてベルちゃんを描いてる人もいる。あと20秒。ちょっと待って、私嘘を10秒で描き終わっちゃった。まあね、大丈夫、このコーナーは全部カオルが何とかしてくれるから。大丈夫かなこれ。リンガリンガ。なんか本人の前で言うのダメだな、ダメだな。いいよいいよ。いや、ついクッキーしちゃうんですよ。そこまで。じゃあ一斉に見せますかね。はい、はい、せーの、ババーン。お？ん？じゃあまずオチは置いといて。オチは。ゆき、素直な可愛いゆきちゃんが。はい。素直で可愛い。なるほど、初めて自分で可愛いって。いや、助からない。なんか形的に三角形っぽいから、うん、お正月だし、お餅とか。ほー、何よ、私ボケないよ。クリスマスとかではクリスマスツリー持ってたり、ちゃんと季節に反映するクリスマスツリー持つの。そう、クリスマスツリー巨大ベルエンジェルね。三角形でいいかなと。強そう。で、かけましておめでとうございます。餅です。はい、石神。はい、石神はね、ペンライト。あ、これ振って応援してくれたら、ファンファーレで、攻撃力皆さん5倍の疾走になります。強い強いよ。一瞬で勝てる。第4弾の第4弾のカードに入ってます。これはすごい。本当に嘘です、嘘ですよ、嘘ですよ。あ、ゼッキーのはリンゴン、リンゴン、リンゴを振ってみます。あ、リンゴだから。うまい、負けた。そっか、みんなあれだね、ベルエンジェルちゃんを描いてたから時間かかってた。なるほど。待って待って待って、はい、これをベルエンジェル見ていいのね。ベルエンジェルだよ。ドン。はい、これ悪用はそこまでじゃ。おじさんを持ってみました。いやー、キモい、キモいよ。わーいって言ってるよ。わーいだよ。いや、わーいだよ。なんだろうね、守護ビショップでしょうね。そうですね。ちょっとパワーアップを兼ねてね。逆にベルエンジェルちゃんが消されちゃうよ。あ、そうだよ、消滅カード1枚引けないよ。大丈夫、持ってるから、持ってるから。はい、こんな感じでやっていきます。はい、かわいいリンゴンを持っているリンゴン。ねえ。じゃあ続いてのお題いってみましょうか。じゃあカオルンどうぞ。え、いいの。いいよ。じゃあ、どっちにしようかな。どっちのベルちゃん。こっちのベルタンにしようかな。ベルタそう。はい、シャドバスネーム、本生さんからいただきました。ありがとうございます。お、シャドバスチャンネルの LINE スタンプができました。一番人気はどんなスタンプといただきました。これ絶対もうさ、想像できてるじゃん。え、もうあれじゃん、シャドバスチャンネルのスタンプなんて。うん、あれじゃない、いろいろネタ。悲しい、ハクだって。ハクだぞ。カウント始まってからだ。はい、じゃあ行きますよ。はい、用意スタート。シャドバースチャンネルはネタに尽きない番組だからね。いや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 、せっかく進出してきたからね。あ、でもリンゴンちゃんは今回ほら、この可愛いミニキャラがわざわざね、追加されたわけだから、書いてほしいよね。確かにね。これなんか人気っていうよりか自分が欲しいスタンプにしよう。なるほど。本当は欲しいスタンプ別のだけど、うん、これにする。なんだろう、なんかスタンプって最近文字とかついてて使いやすい感じだもんね。うん、だってうまくいったらさ、ボイス付きのやつとかあるじゃん。あ、ね、確かに。5、4、3、2、1、終了。これもしかしたらね、採用される過程もあるから。ね、そうだよね、みんなの実力によっては。そうだよね。じゃあいきますよ。はい、せーの、ババーン。え、ん、おー、まずゼッキー。ダサーい。
殴るスタンプ。わーいー殴られた人いっぱいいるよ。でもリンゴンちゃん多様性ほんとあるから、うん、みんな使うよねこれ。ねうん、かわいいもん。荒ぶるリンゴンちゃん。かわいい。ベルで殴っちゃうんだ。私は自分に普通のエリカの、うん、お見事ですねっていう煽りスタンプ。なるほど、煽り特集もいいね。うんうん、私はせっかくシャドーバスチャンネル木村ゆいとさん の、はい、普通に言っちゃったバタを捨ててできたのに、とある偉い方 の、はい、ミニキャラのイラストが実はあるんですよ。うんうん、これってもう出てるかな。キャラ版では、ね、キャラ版では出てたんですけど、ね、もしかしたらチャンネルではまだ出てないかもしれないんですけど。あ、でも生放送の時とか出てなかった。出てないかな。本物の出てなかったらちょっと今出してくれてるよ。 あるんですよ。だからままどうですか、初の木村さんスタンプ。しかも一番今までで絵上手いしね。すごい。いいでしょ。いい。なんか上司に何か言われたら、うん、俺は木村だぞって送ればいい。ゆいとちゃんだよって。それもさ、最近物産用のスタンプ。確かに。はい、オチは、はい、オチはね、テミスの審判のお姉さんがね、野獣爆発しろいうスタンプあったらいいかなって。なんでテミスの審判なの。え、なんか全部総裁するじゃない。なるほど。すべてを消し去るぞ。なるほど、消し去ってくれるんじゃないかなって。だってこれテミスの審判あれ似てるよ。似てるの。似てない。どこら辺が似てるの。このえこのなんかかぶり物してる、ひらひらっていうやつかぶってるよね。あ、それかぶり物だったんだ。髪の毛じゃないんだ。違うよ。なんか髪の長い人かと思った。そうだよ。剣を持ってるんだよ。だって顔みんな一緒だよ。でも掃除でニコニコしているの。はい、こんな感じですかね。はい、じゃあズッチ残ったの。はい、ラスト、はい、じゃじゃん、シャドバスネームルナのお友達メープルさんからいただきました。ありがとうございます。姫様からの提案により、うん、エリカはイメチェンで髪型を変えることにしました。さて、どんな髪型。悲しい、まだですよ。もう今日すげえフライングするな。ね、気持ちが流行ってるよ。髪型。髪型か。なるほど。準備はいいですか。はい、はい、じゃあ行きますよ。用意スタート。どんな髪型がいいかな。でしょ、私じゃないよ。あれ。うん、私髪切ったね、そういえばね。かわいい。切った。かわいい。そう、なんかね、やってるキャラクターがさ、髪短いとさ、うん、なんか合わせて切りたくなっちゃうんだよね、私。あー、でもね、なんかイベントとかもね、結構キャラクターの髪型とかして出たりする人いるよね。うん。9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。はい、ではみんなで一斉に出していきますよ。はい、せーの、バーン。なんかやばいのいる、やばいやばいの。なんか違う、何かを超えている。私、はい、私、はい、はい、まあ今日はゼッキーさんもいるっていうことで、うん、ベルエンチェルさんとお揃いのロングヘア、ロングサラサラヘア。ちょっとエリカさんさ、黒髪ロングになったらちょっと強いね。ね、可愛いよね。可愛いよね。ぜひなんかイラストで誰か描いてほしいな。お、おや、おしねだりしてるよ。なるほど。ゆうきじゃあ、はい、お団子。あ、お団子だったの。お団子を食い、耳じゃないんだ。耳じゃない。母って言ってるよ。母、エリカだよって書いてるよ。母って言ってたよ。全然なかった。エリカだよ。危ない危ない。エリカだぞ。母、エリカだよって。あ、もう絶対モザイクかかってる。違う違う。お団子。お団子です。ほう、団子でもなんか可愛いじゃん。うん、まあね、お団子ね、エリカちゃん。いいね。鼻がなんか、これ、ほくろ。でかい。ほくろがついたんだ。次は、はい、あ、あ、かわいい。ちょっとショートなので、うん、猫耳ヘアをやってもらいたい。あ、かわいい。今ヘアアレンジでね、あるよね、うん、猫耳ヘア。確かに、今の髪型でもできる、うん、できる、できる。なんかちょっと猫っぽいなと思って、うん、あ、かわいい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 、姫様って言ってる。問題はこちらです。どうぞ。じゃあ誰だよ。誰だよってか、もうなんか何かわかるし。カード違いみたいな。やばい。逆多いみたいな。俺のずっと俺のターンだから。これは攻めましたよ。さっきはワイなんだけど。これ使われてるかな。使われてるといいですね。一番誰か分かるっていうのがすごい。すごいね。今まで分かんなかったのに。頑
張ったよ。最大限の画力を見せた。はい、まあ、エリカではないけどね。はい、ということでやってきました。はい、はい、以上ドローでドローのコーナーでした。対戦コーナー。こちらはシャドーバースにすっかりハマっている私たち3人が、今回はゼッキーもいますが、はい、ゲームの中でガチの潰し合いをするコーナーとなっております。はい、なんと今回はベルエンジェルちゃんが来ているということで、はい、リンゴンカップというものを開催します。イエーイ、リンゴン、リンゴン、リンゴンカップ。リンゴンカップ、な、何リンゴンカップって。はい、リンゴンカップとは、うん、ベルエンジェルに着目した特殊ルールで行う対戦のことです。ほうほうほう、はい、じゃあ私がルールの説明をしましょうかね。お願いします、お願いします。はい、まずは、リンゴンカップの勝利条件なのですが、うん、バトルの勝敗ではなく特殊な点数、過去リンゴンポイントで大小で勝敗を決めます。ほうほう、使用するデッキの条件は、うん、ベルエンジェルが3枚入ってるということ、うんうん、すでにベルエンジェルが3枚入ったデッキをスタッフさんが用意してくれてるので、こちらを使って対戦します。はい、気になるリンゴンポイント取得の方法はこちら、うん、ベルエンジェルで攻撃する1リンゴンポイント。もちろんゼロだから最初のリンゴンは、ゼロの煽りリンゴンもポイントに入ります。はい、ベルエンジェルを進化させる1リンゴンポイント、ベルエンジェルが破壊される1リンゴンポイント、消滅は0リンゴンです。はい、そしてバトルに勝利すると3リンゴンポイント、さらにベルエンジェルの攻撃で勝利すると上記にプラスで2リンゴンポイント、まあ、5リンゴンポイントってことですね。そうですね。おー、これはちょっと楽しいですね。はい、面白いね。たくさんのリンゴンが見れるのでは。お、引けたらだけどね。そうなんだ、そうなんだ。バトル終了時にリンゴンポイントが多かった方が勝ち。これがリンゴンカップのルールです。なるほど、面白そう。ね、いいですね。いや、じゃあこれ結構難しいんじゃない？そうだね、だって初めてやるもんね、こんなルールね。はい、ということで今日は誰がやるんですかね。あ、今日そうだ、これ一応戦いではあるので勝った人はちゃんとポイントがつくんですね。あ、いつも通り。はい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 、うんうん、あ、そうそうそう、今回も勝った人はパックを1回引くことができますよ。はい、そして出たカードの中で一番低いコストの分ポイントを得ることができます。はい、木村プロデューサーが何でもお願いを叶えてくれるという目標の10ポイント目指して頑張りましょう。はいはい、私が勝ったら何かくれるのかな。何がいいかな。元気ですか、元気ですか。リアルベルエンジェルリンゴン、リンゴン。あ、何それ、何それ。ぶっついて殴るみたいな。殴りに来た、やばい。地味に高そう。でもね、せっかくだからね、なんか、うん、今日ね、うん、こんなにリンゴを言ってしまえばネタにした回、大関さんありきの回なんで今回は。1周年記念ですし ね、プレゼントとかね、あったらいいのに ね。でも木村さんが何だって叶えてくれるぞ。はい、じゃあ今回もプレイしていきましょう。はい、今回はリンゴンロイヤルを操るズッチと、はい、リンゴンウィッチを操る私サクルの対戦となっております。あ、なるほど、参加できないのか。残念でした。ということでお二人さん準備は大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあ残念ながら参加できない私とジェッキーは集計係、そして実況解説といきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。噂によると、はい、サイゲームスさんの社員さんがこれで本当にリンゴンカップをやったらしい。これもその社内でリンゴンカップをやった時のベスト8に入ったデッキを私たちが使わせていただくということらしいです。割と洗練とされたね。うん、でもうちら初めてだからね。ね、じゃあどうやって戦えばいいんだろうな。まずはリンゴンが出ないといけるかどうかだよ ね。じゃあいいかな。はい、始めちゃいますよ。はい、はい、じゃあゼッキーさん、はい、合図をお願いします。それでは行きますよ、ゲームスタート。リンゴンこい。これリンゴン引けるかどうか最初にリンゴンこい。だいぶだぞ。そうですね、ってことはまあ初手はこうね、リンゴ以外マリガンだよね。そうですよね。手加減なしよ、本気で行くわ。どうぞお覚悟を。あー、もうやばい。あー、なるほど、このカードが入ってるんですね。先行ロイヤル。
難しいな、手札が難しいな、うん、あ、なるほど、ウィッチこんな感じなんだ。そうですね、どういうデッキなんだろう。私はね、もう完璧にこれですね。そっちの方を見ていくとこれが入ってる時点で、あれでしょうね、うん、全然私自分でこっち系のロイヤル、うん、あー使ったことないからわかんないな。リンゴンちゃんが出ました。そうだね、これで終わりにしよう、とりあえず。さあ、でも倒してもポイント入っちゃうし。そうなんですよ、うん、置いといて攻撃されても入っちゃう。そうなんです、はい、消滅以外入っちゃう。入っちゃう。ということはだってこれあれ入ってないと思うしな。じゃあこれでお茶を濁す感じなんですかね。どう動くか、カオル選手。まあでもあれいや難しいな。でも音はお、ここで引いておいて、おおおお、まあ、倒してまあドローしたいですもんね、はい、あ、倒しました。これで初ポイント1ポイント。はい、ズッチが破壊で1リンゴンポイント。でリンゴンちゃんを倒しても、うん、カード相手が引いちゃうから それでまたもしかしたら ね来るかもしれないってことだよね。しかしこれ入ってるんですね、ウィッチね。お、ホワイトパラディンが出ました。出すだけ出すか。忍者兵。これなんか普通の戦い方と違うからすげえ悩む。ねえ、どういうことだ。さあ PP4 進化券が来ましたよ、うん、でもとりあえず引きたいな。ウィッチはいっぱい引くカードがあるから、うん、そのうち引けそうな気がしますね。うむ確かにドローソースがあるもんね。なるほどね。難しいなこれ。リンゴン来ないよ。いざ出陣。お、あー引き出して、まあとりあえず殴るか。まあこれは兵士カードなんでリンゴンちゃんは来ないんですよね。そうですね。ほうやはりこれは入っている。だが最初のリンゴン以降リンゴン引けてない。今のところ6リンゴンちゃん中1リンゴンが顔を見せております、ね、なかなか出てこない。わしは死がない魔法使いじゃよ。でも進化していいのかな。レビィさんが出てきました。リンゴちゃん進化してもポイントになる。なります。あ、そっか。でもここだしな。これで決めるわ。若い頃を思い出すわい。難しい。どうすればいいのか全然わかんない。どっちでいいの。私の役目はここまでだ。こいリンゴン。さあ行って行ってが楽しいですね。ほうなるほどね。なるほど。あ、できるのか。あ、今こちらを引きましたね。はい。あ、悩む。悩んでおられます。真剣に2人が悩んでいる。はい。あ、でも。これが倒すんですね。おそらくこれをこれして、あ、これで進化させます。こういう、あ、ポイントが入っちゃうってことでしょうね。幸せの鐘の音の大合唱だよ。で隠す。確実にそういうことでしょうね。今回は殴れないから、はい、隠されました。隠されましたどうしようかな。これ考えられてますよ。ちなみに守護と潜伏だと守護の役割は果たしません。はい、その通りです。隠れて守ってますからね。守護じゃないや、潜伏を倒す唯一の方法としてはあれだ、弓が降ってくるやつとかは当たったはずだわ。悩みますね。今手札こんな感じ。めっちゃ頭使うわ。戻んないんだよな。
そうなんですよ。わしは死がない魔法使いじゃよ。覚悟はいいかしら。でも倒していいのかな。若い頃を思い出すわい。ブザマね。今2ポイントですからね、勝ったら3ポイント入ります。そんな、やばい、普通に勝負として勝てなくなる今度は。でもポイント入ってるからね。どうしよう。ただ、ね、ラストアタックを取るとなんと勝利のポイントも加えて5ポイントか、うん、そうなんですよ、ね、強いですね。ただどうしよう、殴りたい、でも潜伏あまり消したくない。ズッチ選手悩んでます。悩む、これすごいですね。ここら辺とかここら辺が、あー、すげー悩む。マッスルリンゴン作りたいみたいな。どうしよう、どうするのが正解なんだこれ。いや悩みますね。出した方がいいのかな、先にこれ。分かんないけど、おーほ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 ー、ちょっと一回ドローします。あー、なるほど、強くなっていくリンゴちゃん。ちっちゃいって言わないでよね。あえて、これはこれはウィッチ側に除去するカードがあるかですね。これでいいのかがね、潜伏が分かんない、難しい。だってなかなか盗賊の極意なかなか見ないんですよ。これが入ってるんだ。どうしたらいいんだ。でもあれ、今2ポイントだから倒したりしちゃえば勝ちにはなるですよね。だがそろそろ攻撃してきそうですよね。だがな、難しい。どうしようでもバレちゃうしな。まあ、いっか。それ入ってんだ。頼む、来て、怖い。言っちゃった。ダメっすわ。それか。でも、このままだと私はとりあえず攻撃します。攻撃すると1ポイント、イエーイ。これでズッチが3ポイントとなりました、からの勝つだけじゃもう同点になっちゃうから。そうですね。やはりカオル選手、リンゴンが欲しいところ。なかなか来ないね。再び隠します。お、強い。これは考えられてる。なんてことをするんだ。一応ドローもしとこう。うわー、どんどんマッスル化していく。それか。うまくいけば次リンサルだぜ。そうね。いや、ズッチ取ってますね、もう。13ぴったりですね、今。はい。次で終わっちゃう可能性が、何かしらやってこない場合は勝つかもしれない。しかし、ズッチ選手これ持ってますね。何持ってんの。これ持ってますね。なるほどね。それか。あ、これね。ここは寒いな。うわ、戻してきました。待って、いい盾ですね、これは。7号です。うわ、いやらしいな。いやらしいですね。進化系も1個残ってますからね、お互い。いや、でも、純白の力、まさか。こうやってなんて考えたらいいんだ。覚悟はいいですか。
果はなんと9リンゴンポイントがゲットしたすごい。いい感じに出たね、リンゴンちゃんね。リンゴンフィニッシュを見れるとは。見れるとは。セマクロイヤル初めて使ったけど楽しかったです。でもきっとフィニッシュを取る目的なデッキな感じだろうね。多分。そして稼ぐ系だったんだろうね。はい、ということで今回勝ちましたズッチさんには、はい、またカードパックを開いてもらうんですけども、はい、今回せっかくゼッキが来ているので特別ルールです。うん、お、リンゴンが出たら2倍。まあ、おすごい。マジです。一番低いコストがポイントになります。18だったら2倍2倍ですよ。やばい、出るかな。やばい、リンゴンちゃん、リンゴンちゃんとその他超越だったら 18×2 です、うん、マジで、はい、はぁ強い、来るな、これは来るな、来るな、今私の手には来てるな。2位、はい、プレミアムリンゴンちゃんが出た場合は10ポイント。わぁ、お願い。スポットでも超越の方がいいね。まあそうね、まあそうね、超越2倍の方がいいね。なんでプレミアムリンゴンちゃんが出たらもう他は関係なく、うん、もう10ポイント即お願い聞けます。マジで、いや今うち願い考えてこなきゃな。ズッチさん、私たち3人でシャドバスチャンネルみたいなところあるよね。ね、じゃあちょっとパックはぜひゼッキーに引いてもらおうかな。スルーしたの。ほんとゼッキーに引いてもらおうかな。え、いいのパックしちゃって。いや、中の人がね、きっとね、うん、持ってますから。お、ぜひスタンダードパック引いちゃってください。頑張ってください。じゃあちょっと引かせていただきますよ。はい、幸せのお金のね、聞きたいな。聞きたいな。引かせられるかな。だってゼッキー持ってるんだもんね。ゼッキープレミアム持ってるんだもん。いや、すごいよね。プレミアム持ってるのがすごい。キラキラしているよ。いきます。お願いします。濃いリンゴン。リンゴン、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 リンゴン。なんというコールだ。かっこいい、かっこいい、かっこいい。さあ、よいしょ。よいしょ。おうほう。うん。お、お、お、3ばかり。お、お、あ、2だ。お、リンゴン、リンゴン来い。リンゴン、あ、リンゴン来い。ドン。おお。リンゴンは出ませんでしたが、最低が2かな。十分です。はい、やったぜ。2ポイントが入ります。ありがとうございます。あ、でもプレミアムすごいいっぱいあるよ。あ、え、全部プレミアムパックじゃないか。これ全プレミアムパックだ。わ、なんと、あるんだよ。おまけ、おまけ、え、すごい、おまけ、おまけ。え、すごい、全プレミアムパックだよ。すごい、全プレミアム初めて見た。さすがゼッキー持ってる。え、じゃあこれでさ、リンゴ引いてれば、すごい、すごい、上がっちゃってたよ。わー、すごい、さんが胸をなで下ろしてる。すごい、すごい、まさか出るとは。持ってるね。持ってるね。惜しかったな。ってことで、現在の成績はこう変わりました。じゃじゃん、じゃじゃん。いい感じ。もうちょいですな。ねえ、みんな媚びを売りなさい。媚び売ってますよ。もうズッチ様好き。ズッチお願い、お願い、お願い。仕方ないな。よろしくね。煽ってきたから却下。煽ってないのに。はい、ということで以上対戦コーナーでした。エンディング。さあ第6回も終わりんごんの時間がやってまいりました。終わりんごん、はい、今回楽しいりんごん、りんごりんごりんごん。こんなにね、りんごん尽くしの1日はなかった。なかった、ね、てか初ゲストとは思えないぐらいの馴染みっぷりが。ね、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか。すごい、なんかいつもよりりんごんいっぱい言いました。そうでしょうね。私たちも多分人生分のリンゴを言いました。ね、画面からもリアル耳でもたくさんのリンゴを聞いて、ね、コメントでもずっとリンゴリンゴリンゴって、ね、流れてる。いや本当に楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあさあさあ、そしてイラストの方も今回届いておりますよ。あ、楽しみ。いきましょう。まずはこちら、シャドバスネーム時給20ルピさんからいただきました。ありがとうございます。シャドバスチャンネルの更新を唯一の生きがいにしています、以上ですといただきました。偉いじゃないか。ありがとう。シンプルな感じですね。はい、イラストがこちらです。おー、おいこら。20ルピどうした。おいこら、エリカ様になんていうことをさせてるんだ。いや、リリシーお目目でかっこいいエリカ様。雪原のエリカになってるぞ。やめろ。え、すごい、これ細かいね。ねえ、てかすごい、ピザとか台本もあるし、わーいって言ってる、わーいって言ってる。完璧だよ、パンツ以外。え、あれ錠剤。え、錠剤。あ、ほんとだ。え、錠剤
対応されてくれたんだ。ちゃんとアリサちゃんの大好きカッコ仮 の, あのピザもあって、フェアリーもいて、これあれだよね、アリサちゃんが自撮りしてみんなで撮ろうってなってるんだよね。なるほど、え、かわいい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 、素敵なイラストじゃないか、素敵なイラストだね。うん、パンツさえかぶってあげれば、よくラジオ聞いてくれてるんだなって。確かに、唯一の生きがいですもんね。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてもう1枚いきましょう。はい、はい、シャドーバスネームパネダさんからいただきました。ありがとうございます。いつもシャドーバスチャンネルを楽しみにしています、はい、今回はおベルエンジェルのイラスト投稿させていただきます。これからもシャドーバスチャンネル頑張ってくださいということで、イラストはこちら、じゃん。かわいい、めっちゃ振り回してるね。めっちゃリンゴ振ってる。あの有機的お願いなんですけど、このイラストに声をつけるとしたらどんなリンゴンなのかやってほしいな。やってほしい、やってほしい。すごい無茶振りきた。もうじゃあお願いします。リンゴ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 。いいですか、ここは BGM オフでお願いします。素材お願いします。素材ですよ。わ、すごい背景にね、しっかりリンゴリンゴって書いてあって、かわいい。CM 見て衝動で書いたのかな。ねえ、ね、嬉しい、かわいい、かわいいよね、うん、なんかまた自分のデッキに入れたくなっちゃうもん。ねえ、入れたくなっちゃう。確かに。はい、ということでたくさんの素敵なお便りありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じで、イラストやお便り、各コーナーに関するお題などいろいろ募集しておりますので、どんどん送ってください。はい、採用された方にはなんとこちらのグッズ、シャドバスチャンネルオリジナルリアルカードをプレゼントしちゃいます。欲しい、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 送ってね、いっぱい送ってください。この動画の動画説明のところに送り先の URL が載っているので、そこから送ってくださいね。お待ちしております。はい、そんな感じでお送りしてきましたシャドバスチャンネル、うん、今回はベルエンジェル役の大関エリさんをお迎えしました。素敵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 、何また来てくれる、いいとも、アリンゴ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 。いやでも本当にここのね3人はいつもね、うん、あの自由にやってね、うん、ツッコミ不在な感じがあるところを、うん、うまくこう緩和、うん、させてくれたザッキー、はい、本当に癒しだった今日、うん、ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとう。しっとりしちゃった。しっとりしちゃった。ぜひまた来てください。はい、来てください。早くも2年目に突入しましたシャドバスチャンネルですが、これからもなるべくペースを崩さず更新していきたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくリンゴン、よろしくリンゴン。びっくりしちゃった。それではまた次回、せーの、バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、初ゲストでね、うん、ゼッキーさんでよかったね、初ゲストが。よかったね。視聴者の皆様も楽しんでくださったと思います。大好きベルエンジェルの声優様やぞ。うん、やぞ。せーでー。ぜひベルエンジェルも入れてね。はい、いや今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ねえねえねえ、噂で聞いたの、うん、実はね、うん、2月ね、うん、シャドーバスチャンネルないんだって。1ヶ月更新じゃないか。待って待って待って許して、あのね、うん、その代わり、その代わり、うん、3月に、はい、シャドーバスチャンネル、うん、たっぷりやるから。え、たっぷり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 って、たっぷり、もうだっあ、たっぷり。いっぱいやるから。残念なの。本当、許して、ぜひ許して。じゃあもう3月ったら春ですな。うん、そうだよ。しかも3月といえば、といえば年度末。年度末だけど。けど。3月といえばほら。ほら。あるでしょ。ほら。かなしがおめでとうな感じあるでしょ。でしょ。え、かなしはいつもめでたいよ。正解。まあ誕生日ですか、もしかして。そうなんですよ。3月は。まあちょっとネタバレになっちゃいますけど、うん、まあ悲しい、うん、お祝い、生誕祭という感じも含めて盛大にやりたいと思いますので、嬉しい。ちょっとその間2月はね、うん、ごめんなさい、ちょっと許してください。ちょっと待っててもらえると、すいません、すいません。その代わり3月は本当にあのたっぷり、あんなことやこんなことがあるそうですよ。悲しいにやらせます。誕生日やぞ。それを悲しいにやらせますので、ぜひ楽しみに待っていてください。はい、はい、次回シャドバスチャンネル第7回お楽しみに。